ミイケ島の空中写真2008年5月3日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ミイケ島は福岡県大牟田市沖の有明海にある円形の人工島である大牟田市の沖合約5 5キロメートルにある三井鉱山により造成された直径約9 2ル 面積6400平方メートルの円形の島である。三池炭鉱の行道の換気用として建設され、1970年に完成した無人島である。同種のものとして、1951年に建設された初島がある。三池炭鉱閉山と前後して、三池島は絶滅危惧種である、ベニアジサシやコアジサシの繁殖地となった。 特に1994年に繁殖が初めて確認されたベニアジサシは日本における繁殖地の北限となっており貴重な環境となっている。三池島の所有者は現在も三井鉱山である。三井鉱山は大牟田市への譲渡を打診しているが財政難ということもあり、大牟田市は維持補修費の予測がつかないとしてこの提案を受け入れていない。なお、 蒸気の自然保護の観点から日本野鳥の会が大牟田市へ無所譲渡の受け入れを要望している。2016年7月には大牟田の港祭りの一環として三池島までのクルージングが行われた。ありがとうございます。